はい、ってことでどうもゆうきです、今回もポケットモンスタースカレットを続けてプレイしていきましょう。で、まあ、前回ね薬剤系のポケモン仲間にしてパオジニアンねパオジアンだっけ、うん、あいつを仲間にして、まあ、戦闘に今でやってんね。でこのメンツでいきます。うん、このメンツこいつがさ割と強かったからさ、こいつちょっと60レベルでちょっと心もとないけどね。エリアゼロかなり強いらしいからさ、65以上は多分ないと危ないと思うけど、まあ道中でレベル上げるわ。うん、っていう感じでやっていこう。まずはエリアゼロに向かおう。うわ、あ、開いてるよ。前までここ閉じてたもんね。あ、これくらいいんじゃん。よっ。OK。仲間じゃねえや。1個手に入れて。うわ、来たな。あ、ムービー始まった。おお。来たぜ。おーい。こっちだ、こっち。おー、ペパー。ちょっと久しぶり感あるな。ペパー、来たよー。どうも、チャンピオンランクのヒューガです。ん、ペパー？あれがゼロゲートだ。あ、そうだね。俺、チャンピオンランクになったよ。うん、うん。パルディアの大穴の中、エリアゼロを観測する施設。あれ？じゃあ、ここに施設の人がいいのかな？この奥地にいるっていうわけじゃないのか？ゼロゲートの中から大穴に降りんだ。おお。あ、この中に、あれか、エレベーターがあるんだ。なるほどな。そういや、お前が連れてるあいつ。ん？コライドンってエリアゼロが生まれた場所なんだとさ。へえ、そっか、コライドンエリアゼロで生まれたのか。もしかすると故郷に帰れるの嬉しかったりしてない？いや、でもあそこから逃げてきたかんな、コライドンって。ま、どうでもいいけどよ。いやー、どうでもよくねえよ。俺のポケモンだぜ。俺が呼んだ二人はゼロゲートで待ってるはずだぜ。あ、いるか。行くとするか。わかった。あれ、ペパからするとボタンって、あ、ザ・ホームウェイ。うわー、家路だ、家路だ。始まったぜ、キンコンカンコンで。あ、ここからまた新しいストーリーか。なんか楽しみだな。なんだろう。で、あの二人がいんのか。ちゃんと録画取れてるよな。大丈夫だな。なんかやけにロード長えな。なんかやけにロード長。ちょっと機械的な場所だな。おわ、なんか暗いな。なんかちょっと未来チックだね、ここね。でもちょっとアナログ感あるけど。あ、これはネモ。ヤッホー、ヒューガ。うわー、なんか友達になったな。なんかようやく友達になったって感じする。ペパーから強いポケモンがワンサカいるって聞いてさ。あそれで行きたいわけね。てかさ、高速的にどうなんだろうね。行っちゃいけないよってクラベル校長言ってたんだけどな。退学にさせられない？すげえ、ポケモンと戦えるって教えたら秒できた。連絡先持ってたんだな、ペパー。いつの間に。お前飛んじゃねえぞ、ネモちゃん。学校では小うるさいだけだけど、頼りになりそうだな。まあ、生徒会長だし、チャンピオンランクでめちゃ強いだからな。あれ？てか俺、なんかあれな、タイツも合わせてなんかちょっとお揃いみたいになっちゃってんじゃん。てか俺身長低い。もうちょい身長伸ばしたいけどな。もうちょいなんかカルシウム取れるやついっぱい食おう。おぉ、やるか。やるか言われてる。ペーパーどうすんだよお前。やばいぞ。っていうか暗いよ。すげえポケモンどこにいるの。すげえポケモンどこにいるんだろうな。あれ、もう一人は。確かに変だな、前来た時は。あっと。これライトアップされるぞ。電気ついてたんだけど。おっと、ついたぜ。ん、ついた。え、なんで、なんでだ。え、うちがやった。あー、ボタン、久しぶり。ちょっと久しぶり。ボタン、なんかオートで省電力モードになってたっぽい。あ、なるほどな。それ直してたわけか。てかハッキングよ。ハッキングして強制的に解除。この前叱られたのに、お前やる、よくやるよな、ハッキング。まあでも結局か、ここで、まあ、ポケモンリーグで働くんだもんな、結局。あ、EV バッグがモフモフの。ねえ、例のあの子。うん、お。モフ、名前ボタン。
話すのは初めまして。私でもクラスは1年。ああやばい、怯えてる怯えてる。あんまがっつくな。機械得意なんだね。ポケモン勝負は好き？てかやるって。ゆっくりし引いてる引いてる。やばいな。あ、そっか、このメンツで話すの初めてだもんな。そういえばハイテクに強いやつ校長から紹介しても、あれ？ってか校長から、校長にもあれか、一応この話通してんだな。あ、じゃあ別に退学になることはないのか。ヒューガの助けになるって声かけたら病できた。みんな病できてくれた。うわ、そっか、嬉しいな。そっか、冒険とか柄じゃないけど、ヒューガに借り返さなきゃ。ありがとな。約束は果たす。え、なんだったらみんなボスみんなに来てもらいたかったな。そしたら意外と硬派なやつ。うわー、まあね、でも心強えな。改めて俺はペーパーだ。好きなものはマフィティフと料理で。お、生体認証確認中。生体認証確認中。これ大丈夫？ハローヒューガー、待っていたぞ。オーリ任せ。おいしさ、優秀な仲間を集めてきてくれたようだな。みんな子供だけどな。大人いないけど、クラベル校長連れてきた方が良かったろ、これ。いや、どちら様な？オーリマ博士知ってるべ、ボタン。知らんの？俺の母ちゃん。まあ、そこら辺なんか複雑なんだろうけどな。多分。てか、この、本当に母ちゃんなのかな？モンス、なんかポケモンが擬態してるとかありえそうだけどな。ん？オーリマ博士ってか、多分ってのがなんかな。学籍番号 805C001 ネモ。学籍番号 803B121 ボタン。もうこれさ、個人でも全然知らねえもの。学籍番号。なんで俺の学籍番号知ってんのみたいな話になんなくない？いや、知らんってならない。俺の学籍番号知らんってなるでしょ。来てくれて感謝する。博士、お会いできて光栄です。まあね、この、テラスタルオーブを開発したっていうか発見した人だもんね。まだ会えてないですけど。まあ声だけだからな、今のところ。うちらのこと話したん？話してるだろうな。なきゃ、ハッキング上手いたぞ、ボタン。君たちにはまず、バルディアの大穴に入ってきてほしい。右手に見えるエレベーターから下の部屋へ降りられる。うわー、開けてくれとるー。怖ー。あのさ、母ちゃん。うわ。先へと進んでくれ。まずはそっからか、まあ、そっからだなっていう言葉。話はそれからなんだな。うん。あれ？俺 OK ボタン押してんだけど、あ、あれだ。リモコンが反応しなかった。うわー。怖えな。え、仲悪い？いやー、会ってない間にちょっといろいろあったわけだな。あの、心の変化というか。まあ、反抗期ってやつだ。簡単に言うとな。そういうことだ。なんかこれくらいのコインが今なんか一瞬見えた。エリアゼロに行こう。これ一人一人話しかけられるか。先へ進めてさ。ボタンは？オーリムって人、昔有名だったし。最近メディア出てないけど。あー、裏手なんだな。博士ってポケモン勝負強いの？そればっかな、お前。いいけど、後で挑め。これ、なんか、調べられる？ん？こうやって。あ、無理か。じゃ、行くか。うわ、この先か、エリアゼロ。あれ、空を飛ぶで、これ抜け出せないかな、この場所。一回外出たりしたいけどね。出れるかな？どんな場所なん？あ、で、ここか。え？なんか思ってたより厳重だね。生体認証確認済み、オールクリア。なんかこの感じだとオーリム、これ機械音声じゃないの？あれ、効果ゲート解放。え、このオーリム博士なんか違くない？うわー、自動ドアだ。うわ、ねえ、自動ドアだけども、いや、遠隔で操作されてるっぽい。見られてんだな、俺たちの行動。ここから外はエリアゼロの上空だ。エリアゼロの上空。ヒューガ、コライドンは連れてきてる。はい、連れてきてます。はい、大丈夫です。はい、ここまで一緒に冒険してくれてありがとう。え？うん、いいけど。なんで、お前のポケモンじゃねえかんな、コライドン。俺のだかんな、もう。もともとはオーリム博士のものだろうけど。ね。
コライドンのライドはさ、滑空を使えばエリアゼロへ降りられるだろう。エレベーターとかない？てかコライドン飛べますね。え、てか待って、エレベーターって話はあれなかったんだっけ？え、みんなは降りられんの？これいける？下に着いたら連絡する。無事に祈っているよ。うわ、強引なやつなあ。これいけるか？みんなでエリアゼロのポケモン楽しみ、早く降りよう。うん、いいけど、はあ、行っちゃった。あの子怖いとかないんか？なあ、そら思うけども。え、いけんの？これみんなで。俺たちも行くか。行こうか。なんか一人だけちょっと暗いな。ちょっとね、ボタンもなんやかんやでワクワクしてる感あるけどさ。ペッパーここでは、あ、ライドできない。あー、でここか。うわうわ、この視界。ヒューが腹はくくったか。あ、ちょっと待って、お前の準備待ちでできたら言ってくれ。わかった、これセーブだけさして。しましたと。オッケー、行くか。行こうぜ。はい、ペッパー。ヒューが腹くくった。あ、かくくりました。よっしゃ、わかった、行くぞ。あいつを出してくれ。よし、コライド、お前の力借りるぜ。また、あ、ムービーだー。いいな、また綺麗なムービーだ。うん、あげる。よし、行くぜ。うん、あ、乗ってくれって。あれ、あ、なんかちょっと怖がってる。どうしたんだろう。ふん、え、高くてビビってん。いや違うよだろ。うわ、そっかそっか。やばい、ちょっと待って、これ重量制限ある。みんなで飛べば怖くないよ。いや怖い、もうこの人数こう乗ってるのは意味わからん。お前スマホしっかりポケット入れとけ。やばいよやばい。それでも乗れ。え、どこに乗れないって。もうどこに乗んの俺。うわ、なんかこの一枚でやばい。うわー、俺死んじゃうって。俺死んじゃう。うわー、いいなー。うわーうわーうわー、なんかいいなーこの。だって最初コライドン出てきた時なんてさ、一人だったじゃん。コライドンも仲間できたんだな。うわぁ。今の場面よかった。てかこんな場所なのかよ、エリアゼロ。思ってたとなんか違う。なんか完全に洞窟だと思ってたもん。こんな感じなんだ。ポケモンの姿あんま見えんけど。うわ、え、うわぁ、なんかよかったな今の一枚絵。あれあれ、ペパー、あれ、あ、ペパーじゃねえや。ネモちゃんどこ行った？また来ちまったな。ペパーどうやって来たんだよここ。はあ、途中2回は死んだ。俺の方が死んだからな。俺なんだ、ペパー頑張ってたな本当にな。腕で片腕で俺を引っ張ってくれたからな。あー、ギャーギャー、どうしてコライドン。なんかコライドンがこうなる原因がいたんだなここに。落ち着いて、大丈夫、俺たちがいるぞ。よし。ああ、ちょっと持ち直したか。ん、何、あれ、あ、どうした。あ、入っちゃった。自分からボールに戻ってた。なんか怖いんだなこの場所が。どうせ腹でも減ってんだろ。いや、そういうわけじゃねえって。絶対、ん、ペパーなんか思い当たるしかあんのか。そういや、生徒会長、生徒会長、ネモちゃんが消えちったんだって。どこ行ったよネモちゃん。え、いないし、まさか食われた。ねえねえみんな、何、ね、これでさ、ポケモン口出しにしてこれ食おうって言ってきたらなんか面白いけどな。で、一晩なんか明かすみたいなね、キャンプやって。あ、ネモちゃん、エリアゼロすっごいの。何何何何、何、一人で行くんじゃねって。早く行こう。行くけども待てっての。特性マイペースな。それはあるかもしれん。生体認証確認中、嫁ともコンディションオールクリア、バイタルは正常な数値です。もう一回バックバックになったけどな。心拍数無事に降下できたようだな。おー、できました。ずいぶんと快適な着地だったぜ。だな、そうだな、それはよかった。現在可能な降下方法は難易度が高いため心配していたのだ。なんかこのオーリー博士なんか機械的すぎて。ん、
嫌味通じてね、だよな、だよな、人間じゃねえな、これ喋ってんの。ご心配ありがとうございます。これから最新部、私の待つゼロラボへを目指してもらうわけだが、ゼロラボ、その扉は外部から4つのロックがかかっており、私では解除できない。え、あ、ちょっと待って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 、これ俺の予想なんだけどさ、このオーリム博士ってさ、コライドンを痛めつけたもう一人の伝説のポケモンなんじゃね。で、この4つのロックってのはさ、こいつをとどめ閉じ込めておくためのロックでさ、で、オーリム博士とか他の研究員たちも、あの、こいつもろとも閉じ込められてんじゃねえの。そうなんじゃね。4つのロックボタンが解除するんだな。君たちには途中に建造されている観測ユニットを4箇所巡ってもらう。これかね、なんかすんげえ、人があんまここ来てねえな、つい最近。その施設でロックを解除しながら進んできてほしい。では健闘を祈る。うわ、4つのロックか、ゲームみたいで楽しそう。そんなお気楽な感じかこれ、なんか怖。それじゃあエリアゼロの奥底目指していざ出発。うわ、そんな、大丈夫かなこれ、なんか怖。で、これ俺後ろ振り向いたら誰もいないんじゃないの。いくよ。あ、ちゃんといる。あー、なんか嬉しい。これ空飛ぶできる。あ、いける。あと俺なぜかここにいる。あれ、あ、ここマップねえんだ。うわ、これ、あ、ここではコライドのライトできない。なんか怖っ、ここの音楽なんか怖っ、神秘的なんだけどさ。俺でも俺こういう音楽好きなんだけどさ、怖っ。朝なんとか、あー、ちょっと強えんだな。え、パモ、なんでお前パモここにいんだよ。群れ違うだろお前、確実に。キリン力いる、キリン2機いるわ。うわうわ、なんか怖い。なんかさ、こういうちょっと神秘的な音声聞くとさ、怖くない？いけ、でっか、お前こんなでかかったっけ。あ、すげえお前そんな感じなの。いや、一回しまえ。うわーうわーうわ、壮大すぎないここ。うわ、もうすぐちょっと一回終わるけどさ、ここで。やば。なんだろう、なんだろう、なんか、なんなんだろうな、なんか他のメンバーと温度差を感じた今。なにこれ。ここがパルデアの大穴、その中のエリアゼロ。教科書の挿絵で見るよりなんかすご。普通入れないもんね。まあな。あれ、そういえばコライドン乗れねえんだよ、なんか出てくんない。なんかビビってボールに戻った。心配だね。もしかしてあの子いないと。上に戻れねえな。いや、前来た時は空飛ぶタクシーに泣き入れて。下に博士いるなら耐えればよかったんじゃん。仲悪いん。うっせえな、お前調子飲んで。あ、お前って言うな。何切れてんの。もう世界の大冒険楽しくしようよ。もう個性がぶつかり合っとる。まあ一回終わるか。戻ってきました。外に一回出てました。ねえ、あなたね、ちょっと全員70レベルにしました、ちゃんと。あのね、さすがに怖い。60レベル前後で行くのがなんか怖すぎてね、ちょっと一回戻って、飴食わせまくりました、もう本当に。お前よく落ちねえな、そこで。落として落としてけど。あ、で、でも、お前道塞ぐな。怖い。俺落とす気だったら今。ペパーよかった。なんか、煽ってね、ペパー。走りながら煽ってね。ここにもいるんだ、EV 系列。でもなんもねえか。あ、ただの行き止まりじゃ。帰ろ。え、これ、遠くない？あ、あそこか。行ってた封印。お探偵、ヒューガとどういう関係なの？あ、気になっちゃう。え、ほんと、助けてもらった。
友達とか学校とかいろいろ大変だったんだ。そんな時頼りになってくれた恩人。自分も行きつつ日がすごいんだろう。そういうあなたは、私同じクラス、家もご近所なんだよ。そうそうそう、チャンピオン目指そうって言ったらチャンピオンになってくれた。軽っ、何それ、やばやべえ話じゃん。いや、お前らさ、あーきー、話聞きてえのに、お前ら邪魔だ。俺とヒューガの友情物語に比べたら全然まだまだだぜ。消えてない、てかマウントと同じ。あ、とんなしか。みんなヒューガと仲良し、うんだね、仲良くしよう。なんかネモちゃんよかった、重く捉えない人だね。全部軽く流してくね、うん、なんかマイペースでいいな、うん、でなんか他人も自分のペース邪魔だって。なんか近いようで遠いね、こんだけジグザグして。あれ、あ、あれじゃない、うん、これだね。なんか人が最近出入りしたような跡ねえな、これ。博士が言ってた建物だな。なんだっけか、満足ナゲット。なんだよ満足ナゲットって。え、なんだっけ、観測ユニット、観測ユニットぐらいお前覚えとけって言おうとしたけど俺も忘れてたから同罪だわ。ねえ、仲良くしろお前ら。ボタンって記憶力すごい、もうポジティブ、お前いいな、そのポジティブ。いや、こんなん誰でも。まあね、誰でもって言いたいけど俺もな。キラリ、え、キラリ、あー、なんか出た、なんだこいつ、え、なんだこいつ、え、トップのポケモン、おわ、え、あ、トップのポケモン、あーあー、そっか、ヒューが一緒に戦って、一緒に戦ってみよう。え、できんのそんな、おいよ二人で、フルチュー、こいつってここのポケモンなんだね。桃高さんの、え、ネモちゃん一緒に戦おうとか言って後ろに下がったけど、なんだ、あ、うん、なんか声がね、なんか音楽がいきなり違うね。でっかお、アラマパー、行け、アラマパー。チャンピオンのネモは、あ、いやいや、チャンピオンのネモなんだな。しかも木の実食べられなくなったな、うん、食べられないと思うけど、62レベルだよ、やっぱ上げといてよかった。ボディープレスいっちゃえ、えい、ドリルライナーいった、はぁ、強え。俺がやんなくても別にいけんじゃん。ああ、毒菱が散らばったけど、うん、うわ、早っ。ネモ強っ、俺いなくていいじゃん別に。よかったネモちゃんが一緒にいて楽だな。珍しいポケモンいっぱいいるのかな。いるね、でもなんか上の方あんまいなかったけどな。エリアゼロの恐ろしさはこんなもんじゃねえからな。ああ、まあ来た人だからな。はあ、なんで上から目線。だって先輩だもんな、ここに関してはね。え、まあまあ観測ユニット入ろうよ。まあな、まず入ってからだな。でもなんかここ作りがそんななんか頑丈そうじゃないけどね。なんだろうねこの場所は。え、なんだ、え、驚いた感じだったけど今の。まあとりあえず入ってたよな。あー、キヨジオーンがいる、キヨジオーン入るか、いったん。うわ、なんか、え、ここ本当に誰かいた、めっちゃツタ待ってんだけど。ツタ待ってるってなんだ、ツタ。え、なんかここもなんか古くない。うわ、古代の遺跡。あ、え、嘘にしては新しすぎて、人が来てねえんだよなこれ。てか音楽止まった。無事一つ目の観測ユニットにたどり着いたようだな。うわ、怪しいなこのオリム博士。87年前エリアゼロ調査の中継地点として作られた施設。87、割と最近じゃん。そんな1000年以上前からここあんのにね。ここ調べられてたのに。だからベッド1個しかないけど。隊員たちはどこで寝てたの。寝袋かな。私たちも疲れたらここで、あ、なるほど、あー、いいね、休みたい休みたい。ではヒューガ、中央のパネルを操作してロックを解除してくれ。これやっていいのかな。なんとなくだけどさ、このマップでここ黒くなってる部分ってこれ雲が張ってんじゃん。これってバリアなんじゃないの。この層がさ薄くなってくんじゃないの。
このなんかヘリウムガスのなんかね、ヘリウムガスのポンペみたいなやつ、ゼロラボのロックを解除します。うわー、はい、やっちゃうけど、ポチッとな、ポチッとな、ユータ俺かよ、フルロックが解除されました。残り3個、うん、4分の3、その調子だ。残りの観測ユニットも引き続きよろしく頼む。分かった。ペーパーはちょっと不穏な空気感じ取ってるよな。それちょっと俺たちにも共有してほしいけどね。俺たちが気づけてない部分だからね。俺は気づいてるけど、ベトリー一回休もう。 PPAP をしっかり直して。てんてんてん、ヒューガとアラマアッパーたちはもうこれテキストに起こされるとまたなんかちょっと面白くなっちゃうな。アラマアッパー、これ何、どこに移動しても、え、あ、こんなんできんの。まあそのまま外出たいけど、一回こ言葉だけ。疲れたら、ああそうだ、ベトレ、ちょっとカビ臭いな、ちょっと嫌だけども。向こうの部屋も見たいけど、ドア壊れてたな、雨だこりゃ。うん、母ちゃんもここで働いてたのかな。でもあの87年前なんでここを綺麗にしてないのかって、なんか人の通りがなかったんだろうね。誰も入ってこなかったんだろうな、ここ最近で。そういうことだよね。俺人生で母ちゃんと会ったことあんまなくてさ、突然の自分語りどうしたボタン C、 キリンリキ。研究で忙しくて全然帰ってこないし、料理も洗濯も自分でして、マフィティフだけが相手。だから実の親子と全然知らないんだ。俺の母ちゃんすごいんだって誇らしい気持ちでごまかしてたけど、やっぱ一緒に、あーだよな。最近じゃテレビのニュースとかネットの記事でしか顔見てない。たまに来てたメールもここすん、それなのに急にエリアゼロに来てくれた。つくづくさ、変な人家族でな。いやそんな、人それぞれだし。さっきはごめん、ずけずけと言い過ぎた。いやって、俺も感じ悪かった、すまん。名前ボタン、お前っていいやつでな、ボタン。お前やめろし。怖っ。うむうむ。あー、ネモちゃんなんか達観してる感じいいな。大人な感じ出てるぜ。こっから降りてもいいのかな。次の観測所、向こうから見えるな。あっちだ。昔母ちゃんに会おうとして、パルデアのお藁に来たとき、この辺りで見たことない生き物に襲われ。この辺り、どんなポケモン、どんなの。あれはポケモンってよりもっと凶暴で荒々しい、ちょっぴりワイルドめなもんポケモンなんじゃないいや全然違えから、もう生物として別物。マフィティフもそいつにやられた。あ、そういうことなんだ。二度と見たくねえ、やばいやつなんだ。あ、そいつと戦うのか。そんなに強いんだ。早く会いたいね。何言ってんの、言うと思った。だよな、俺も思った。たまに不謹慎なとこあるね、空気読んでるようで読んでない時あるからな、たまにな。うわ、ここやだーやだー、巣窟すぎるんだけど。うわやば、何こいつ、こいつ、あれこいつなんだろう、こいつ色違いじゃね、色違いだこいつ色違いだ、ありゃ、わたっこだって、いっちゃうべ、ボディープレス、いいよ、でもう一回やって、ハイパーボールだ、置き土産、こいつなんでポケモンなんだ、ガクッと下がったけど大丈夫、なんでだよお前、バカロバカロお前、特攻してくんじゃねえよお前、何やってんだよ。お前自分が希少な存在ってちゃんと自覚してねえだろバカ野郎自分の命を大事にしやがれ、タグを何考えてんだよ。どうしてくれんだよ。多分ここにジニア先生いたら発狂してんだろうな。